五大老。五大老とは、末期の豊臣政権の政務に当たった、徳川家康、前田利家、宇喜北秀家、上杉景勝、毛利輝元の五大名を指す。五奉行の顧問として、政務を統括した。豊臣秀吉の死後、家康に実権が集中していき、関ヶ原の戦いに至って崩壊した。文禄四年、千五百九十五年の秀治事件が、 もたらした政治危機を克服するため、豊臣秀吉は、有力大名が連勝する形で、大きて5カ条と大きて追加九家条を発令して、政権の安定を図った。この連勝を行った六人の有力大名、徳川家康、前田利家、宇喜多秀家、上杉景勝、毛利輝元、小早川隆景が、豊臣政権の大老であると、公正みなされることになった。 慶長三年、1五百九十八年夏、死の床にあった秀吉は、着南、豊臣秀頼成人までの政治運営にあたっては、前期有力大名五人、すでに病没していた小早川高景を書くと、石田三成ら豊と臣と家理両による合議を取ることを、異名した。いわゆる、五大老、五奉行が制度化されたのである。徳川家康は終始、大老内でも、 特段の地位を保持し続けていた。秀吉は、この家康に対抗、牽制しうる人物として、大きて、大きて追加発令時は、毛利輝元と小早川隆影を、ご大老ご奉行制度家事は、前田利家を当てていた。秀吉の死後は異名により、家康が伏見城下にて政務を取り、利家は、大阪城において、秀頼の森役とされた。しかし、 年し下に家康は、自分以外の大老を帰国させ、兵を率いて、大阪城西の丸に入って、秀頼を焼中に治め、中央において、家康を成虫する存在がなくなった。前だけは家康に人質を差し出し、残る三夜は、関ヶ原の戦いで敗れ改役、または、大幅現地となり脱落、家康の単独支配体制が確立した。家康、秀家、 継承、利家、照本、高影、連所順の六人は、大きて、大きて追加の連所に名を連ね、他の大名とは異なる処遇を認められてもいた。高影が欠けた後、秀吉の異名によって、五大老、秀吉の遺書の名文では、五人の衆とされたのは、家康、利家、秀家、継承、照本の五人であり、利家の死後は、家康、秀家、 継承、照本、年永の五人が、ご大老である。なお、死去あるいは高齢、病気等によって家康が欠けた場合は、着難、三難、徳川秀忠が、年家が欠けた場合は、着難、年永が後を襲うことが、秀吉以名に定められていたが、他の三人が欠けた、際の欠員補充については、定めはなかった。継承四年春。 家康と年家の話し合いの中で、家康次男、結城秀康を6人目の大老とする案が持ち上がったが、異論があったと見えて、実現には至っていない。秀吉の現存する遺書の名文では、家康らを5人の衆、三成らを5人のものとしており、それ以外の故障は確認できない。一方、秀吉の死の直前から、三成らは、家康らを五部行衆、 自分たちを、年寄りともとした文章を多数発給している。この中には、家康ら、五人のご奉行衆にあてた、希少文も含まれている。毛利照元や浮田秀家の文章にも、自分たちを、奉行とする文言がある。この用法には、ご奉行衆を、秀よりの命を報じて執行する代行者もしくは、補佐役とする意味合いが含まれているとれる。元より家康にとっては不本意なであり。 その発揮文書で、豊臣家理領を、年寄りと呼んだのは一例限り、自身を、武行と呼んだ例はないとされる。一方、島津義久の書事では、五郎十州、五武行州と、加藤清正の書事では、日本をお年寄り州、五武行州と、それぞれ家康らと、三成らを呼び分けているが、これらが、従前からの故障とみられる。また、 照本と家臣の内藤隆春は、三成らを、五人の奉行とし、第五次座す、義縁も、三成らを、五人五奉行衆としており、それぞれの状況、立場に応じて故障していたことが伺える。関ヶ原の戦いの折、前田玄威、増田長森、長塚正家の三人は、家康弾外城、内府地下避の城城を諸大名に発したが、その文中でも、家康らを、 ご奉行衆、自分たちを、年寄りともとしている。だが、家康に組みした大名や徳川家臣団は、玄依らを、奉行と呼び、決して彼らを、豊臣や年寄りとみなしてはいなかった。なお、家康らを、老中、年寄りと呼んだ例は、上記の通りあるが、大老と呼んだ例は、同時代の資料にはない。この古障は、 江戸期に入ってから、江戸幕府大老になぞらえて作られた造語であるされる。五大老の古称は、山が祖国を、部下時に、御奉行は、御瀬保安、大公記などに見られ、後、五大老、御奉行という呼び分けが定着するに至った。旧来、五大老とは、淘汰された、関白権力に代わり、大公権力の下で国政を預かる、国政機関を指す職制とされてきた。 だが、近年、ご大老、ご奉行との呼び分けは御用であり、ご奉行、ご年寄りが正しいと指摘する論文を、安倍勝則が発表した。この安倍論文中では、今井林太郎や中村隆也が、その著作中で、家康や、年ながらを、奉行としている先行研究を踏まえつつ、豊臣政権末期の公文書における、奉行、年寄りの呼び分けが総括されていい。そして、 対抗権力の主従性的支配権を継承した、五奉行五人に対して、年寄り五人は統治権的支配権を担ったと言えるのではないか、という指摘がなされている。この安倍論文に対して、五奉行、五年寄りの呼び分けは、三成ら秀吉側近の豊臣家利領が発した文書、及び、その同調者が発した文書に限られるとの堀越、雄一の反論もなされて、 研究はさらに進化している。宮本義美は、秀吉は、三成らの側近を政権運営のようとするため、武行を、年寄りとして、名目的に重みを加えておく、必要性を感じ、反対に、家康以下の宿老を、五武行と呼ばせることで、誠意の減災を図ったではないかと指摘している。ただ、一方、五大老、五武行の制度は、 秀吉生存時と没後では大きく変質しているとも指摘する。秀吉が起としていたのは、家康と年家の先決による政権運営。ナイフ、ダ言体制であり、合議制は、秀吉の異名には含まれていないとする。だが、秀吉の没後、三成らの主導で定められた十人衆、起承分によって合議、多数決による政権運営。 十人衆合議体制が打ち出され、この時初めて合議制が確定したとする。一方、白峰春は、16.7世紀、イエズスカイ日本報告集の御大老、御奉行に関する記載について論じ、十人衆は、イエスも表向きは、秀吉の異名に創業を心がけたと結論づけている。五大老、五奉行のスキームや権限、職務について決定し、 集団指導体制を取るよう図ったのは死去直前の秀吉であったというのである。また、国家統治権について、家康の権力だけを突出させることを、秀吉は当初から意図していなかったとしている。矢部健太郎によると、ご大老制度の本質は、豊臣政権の根幹を成していた、武家関白制と連動して形成された、聖火性、聖火家並みの価格を得ること。 受け政画家であり、その成立は、秀吉の天下平定以前の天正十六年、1588年まで遡るとしている。すでに成果性を果たしていた、家康、秀家に加えて、この年、継承、照本が、後年家、高影が、成果性を果たし、これが、後の後大老性の短所になったとして、江戸幕府成立後に、徳川氏が、 豊臣政権において、モーリー、ウエス・大名と同格扱いされていたみ、成果性を隠す、資料操作が行われていた可能性があると指摘していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。